では、前回は、ドスを、描きましたので、今回は、MEMに使える電子ミスト分布を描きたいと思います。電子ミスト分布は、こちらにあります、ビジュアライゼーションオブ、チャージデンシティという単語で、文章で、Google 検索していただくと、こちらの新井先生のホームページを得ることができます。こちらの win2venus.py というプログラムを用いることになります。こちらを右クリックしてセーブリンクアズ、そしてデスクトップにセーブします。そうするとデスクトップでありますので、こちらを右クリックしてプロパティーズでパーミッションでエグゼキュートにチェックを入れます。このチェックを入れるのはダウンロードとしたものですと、実行ファイルと認識されていないので、これをチェックすることでプログラムコードだと、認識させることになりとことを行います。そしてクローズ。そして、今回計算したファイルに、先ほどのこのこれを、入れる入力することになります。まずはフォームを開いて、さらに、こちらの名前はバスプのディレクトリー、そしてさらに Win2 系のディレクトリー、フォルダでいいんですけど、Win2 系はこちらですね。でさらに、TIC のアンダーバーテストというファイルが、こちらにあります。こちらを開きます。そして、先ほどの、Python、こちら Python のコードで書かれているんですけども、プログラムで書かれているんですが、こちらをコピー&ペーストします。そしたらまたターミナルを開いて、でこちらのターミナルはまずフォームにつながっていますので、 CD スペースでこちらをコピーしてペーストしてエンターをします。そうするとこちらとこちらのディレクトリが対応するようになります。そして先ほどの新井先生の Python コードこちらに入れて、あとはメッシュ数を入力します。今回は例として50としてみます。で、これでエンターをします。今計算してますね。今やったのはこの、荒井先生のホームページのユーセージの部分のこの部分です。で、これが終わりますと、出力ファイルとして、こちらの .rho の 3D と書かれた出力ファイルが得られています。ちょっとたくさんファイルがあって探すの大変なんですけども、こちらにありますね。こちらにありますね。これを使います。でこれを、ベスタを開いて、これをこのままスッと入れます。それで、理論計算の場合、特に Win2 系の場合はボーア単位で書かれていますので、これを変換します。一番分かりやすい変換方法としては、まずエディットデータのボルメトリックデータからインポートで先ほどのファイルを .rho3d と書かれたファイルを選択してオープンします。でこの時に、リプレイスで、さらに、ボーアからオングストロム単位を選択して OK をします。そして、また OK をします。そうすると、こちらがオングストローム単位になります。この後に、オブジェクトから、プロパティーズのアイソサーフェイスのボタンを押します。そして、こちらの部分を、一度クリックして、こちらに、値を入力します。そうするとこのように、電子ミスト分布を得ることができます。でこの電子ミスト分布の結果は、MEM と比較対応が可能ですので、例えば、粉末 X 線解説の結果から、MEM のデータを得て、MEM のデータをと比較することができます。特に MEM では、パラメータとして一つ重要なパラメータがありまして、それを決定するためにも理論計算で得られたこの結果と
メブでの E の値を変えながら、理論と実験が良い一致を示すも値をパラメータを探してください。そして、次に置換した K などで、実際の、いろいろなメムの、電荷密度の分布の変化、電子密度分布の変化を、議論していけば良いと思います。で、今回はこれで終わりです。